はい、どうもー。はい、楽しい週刊の時間ですよ。今日はね、こちらでございますよ。はい、スーパーカップ、まあ、スーパーカップ、まあ、スーパーカップマックス、体感性を100の衝撃、濃厚豚骨ラーメンチャーハン、ラーメンチャーハン。で、こっちラーメン、ピリ辛味噌ラーメンです。いただきます。ちょっと食べながら説明しますけど、まずこっちから。食べながら説明しますけれども、こっちからいきます。はい、乾杯、乾杯、乾杯、いただきます。ああ、おいしい。ああ、おいしい。もう食べちゃおう。まず食べちゃおう。これ何分だ ?3 分だったらもういいかな?先に汁いった方がいいか、こりゃ。七味。七味のやつです。こっちにね、こうしました。名物七味です。これね、美味しそうだよ、ほら。最高じゃないの、これ。しっかりいきましょうか。どうしてもね、どうしても、チャーハンが食べたかったのよ。チャーハンが。で、チャーハン食べるってなると、ラーメンかなと。うん、おあーいいね、あーいいね、これ美味しいね。おー、なんですか、なんですか。あああああああ山陽食品、いい。うん、非常に美味しい。これレギュラーか、レギュラーじゃないんだろうな、レギュラーじゃないんだろうな。美味しいですけどね。ちょっともう一口飲んじゃおう汁。ああ美味しい。で、眠い。じゃあこう、食べながら説明します。食べながら、あ、もう見てもらおうか。こうなんのよ、こう。さっき見えたかな、こうなってるんですよ、こう。ほとんど麺だね。これが全部入ってます。スーパーカップが全部入ってる。とにかく米が少なかったのよ。もち麦ご飯がちょっとだけしか残ってなくて。ちょっと食べていいですか。食べるよ。うん、落ちてない、気のせいか。うん、おいしい、おいしい。うん、うん、あー最高。もうね、ほんと見ての通り麺の方が多い。いや、ちょっとしか残ってなかったから、どうしてもチャーハン食べたいし、どうしようかな。昔あのね、よくやってた増量作戦、こういうカップ麺とか袋麺とかにそうめん、安いからそうめんを買ってきて茹でて足して増量したりとか、あと増量じゃないけどこの麺だけあのフライパンで炒めて卵落として、あ、これも卵入ってるけどね。なんて言えばいいのかな、まあ、汁なしみたいな感じにして卵でやって、それ味噌でもね、醤油でもね、もう塩が一番欲しいかな、それでやるのは。札幌市場で言うと。これやったりとか。まあそういう感じのあれで。合わせ技みたいな感じですよ。合わせてね。これ、
通じてるよ。早くもスープの素も全部入れました。あ、ちょっと辛い。なんで辛いかっていうと、あ、まずこれと餅きびご飯、もち麦ご飯と何ついたか、追加したかっていうと、オクラ何本か忘れた、3本か4本で、玉ねぎはちっちゃいけど1個で、人参も入れました。あと塩コショウ振ったで、最後ラー油、あの特製ブレンドのやつ、ダバ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 ぐらいかな、ダバ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 ぐらいかなで入れました。これ、うん、なんかこれもカレーも非常に、でもちょっと辛い、ちょっとだよ、激辛じゃないよ、ちょっとだけ。あ、もう最近調子いい、ピンと立ってるの、ピンと。なあ、今日はカップ麺は丸ごと2個で、この米の量おにぎり1個分ぐらいです。もちろんこっちは汁少なめ味濃いめ、こっちは汁なしだけどそんなに味濃く感じない、不思議なもんだね、人間の体っていうのは。入ったの全部入れたんだよ、入れたんですよ。やっぱ液体の方が口の中全体にいくらなんだろうかな、これがいくらなんだろうかな、これいくらなんだろうね、きっとね、味を濃く感じるよね。ごめんなさい、味を濃く感じる、汁少なめにした時、これが全くない状態だとそんなに感じない。いくら米が足されてるとはいえですよ、汁少なめの味濃いめにした中に今今日これと同じ量のご飯入れたとしたら、多分こっちの方が、まあこっちの方が味濃く感じるよ、味を濃く感じるでしょ。本当の関係だけじゃないよ、だってこれもうだいぶ冷めてるけどやっぱまだこう感じるもんね、こっち食べる時より。やっぱ感じる、すごい。最近そば飯って見ないな、ね、一時期爆発的にヒットして、全くスーパーにも何も売ってない時期だったでしょ、そば飯。あれどこの名物だっけな、どこ発祥か忘れたけど、冷凍のそば飯が大ヒットしたね。10年前で僕が30、15年前で25、26、17、18年前かな、17、18年ぐらい前じゃないの、あのそば飯大ヒットしたのは。
食べたことがお願いしますあるって言うだけでちょっとしたスターだったんじゃないですか。ちょっとしたスター。なんだ君はもう食べたことあるのかと、お前食べたことあるのかすげえなという感じだったんじゃないのかなと思いますよ。やってなかったか。もうこちらオープン記念日終わってます。動画どっちが邪魔なんだって。ありがとうございます。ありがとうございます。ブレンドです。ブレンドでいきます。ありがとうございます。いやでも本当あの頃のそば飯はすごかったな。まあとんでもない話題になってないだけで、そういう話になってないだけで、今でもあんだけ爆発したんだから、コンスタントにっていうかいいラインでずっと動いてると思う。もちろん落ちてはいるよ。もちろんあの時よりもゴンだからあれは、うんってなってバーンってなったんじゃないかなと思う。ってなってるんじゃないかなと思います。僕ちゃんと売れてると思う。もちろんそらそら。今のでも若い子たちこれすかし美味しいなあ。これだったんだな。若い子たちは知らない子も多いかもしれないからね。知らない人たちも。うん、もうそうでもないのかな。意外にたまごっちとかミニ四駆とかまた若い子たちがしてたりするん。あれってそうか、ミニ四駆かまた、うん、可能性あるね。ポケベルは分からんかもしれん。ポケベルはでもたまごっち行って行きたい。たまごっちミニ四駆エクレアナタデココ、エクレアナタデココパンナコッタうんパンナコッタティラミス、ティラミス。セーラームーン、仮面ライダーブラック、仮面ライダーブラック RX、スーパーカップマックス濃厚豚骨全部入れて、あったあったあった、もちもちもちきび、違う違う、もち麦ご飯、大丈夫汚れてない、もち麦ご飯でやったらチャーハン
このラーメン、ミスラーメン、これ美味しかった、こっちも美味しかった、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ガンボ茶道。